はようございます。釣り子 TV です。これ、ね、今ね、どうやって持とうっていうことでね、これをこうやって持つためにね、数分間かかったんですけども、結構大きなペンシルベイトなんで、今手がね、プルプルしてるんですが、メガマスのメガドックですね、お気に入りで、最近使っているマグナムペンシルベイトですけども、これがね、自分の手持ちのメガドック前職なんですね。こんな感じで、なんか見てみたら、今ね、そうですね、7本ですかね。こんな感じでね、使ってるんですけど、ショップ折りからからレギュラーラインナップまで、まあいろんな色があるわけなんですが、ついにですね、この手前にあるね、黒ね、これね、持ってはいたんですけど、あんまり使ったことがなくて、この黒色で釣ったことによってね、この手持ちのやつの前職で釣ることができたぜっていうことで、まずはこちらをご覧ください。ここで、釣ったことない。ブラック。よっしゃ、ブラックだった。バレないでくれ。これで、出ない、すげえ。どうかな。よいしょ、よいしょ。ブラック攻略。はい、メガドックブラックカラー来ましたよ。夜に効くんじゃないかと思ってね。イエーイ、ブラックカラー攻略です。タックルはね、いつものゴライアスにテニアのベイブレーズの組み合わせ。いやー、そんなね、太くはないけど、なかなかごつい引きでした。じゃあ逃がします。はい、こんな感じでね、ゴライアスと天竜とメガトーク、こんな感じの組み合わせで。はい、というわけでね、帰ってきましたけど、ちょっとこれ一回置きますね。はい、今回釣れたのがね、このね、マットブラックカラーのかっこいいね、こちらのメガドックなんですけども、これね、買ったはいいけどね、あんまり投げていなくてね、で、いやでもな、前職釣りたいな、持ってるやつでと思ってね、今回チャレンジしたら、釣れることができました。っていうわけでね、オープニングみたいな、各ね、メガドック手持ちで持っているやつ、いろいろ引っ張り出してきたんで、いろいろね、カラーの違いなんかも紹介しながら、あとね、使い分けのところですね、そんなところもつらつらと、語っていけたらなぁなんて思うんですけども、まずまあこの黒色ですね、これね、後ろにね、バイトマーカーね、貼っていたんですけど、気がついたらね、剥がれちゃっていて、まあちょっとその欠片が残ってるんですけども、まあシルエットがはっきりくっきり出る色だろうなっていうことでね、これは売っててね、すぐ買ったんですけども、まあ、下からトップウォーター見上げる形で輪郭がこうはっきり出るんじゃないかなっていうことで、よく見るとね、こんな感じの、青いねラメも入っていたりしてね、綺麗なんですけど、基本はこのマットブラックな質感でね、こういう感じになっております。で、背中とね、お腹にこういうちょっと青ラメが入ってっていうね、これね、釣れたんで、やったぜっていうところで、で、一番最初にね、買ったメガドックっていうのがこのカラーですね。うん、出た当時ね、動画作ったりよくしてましたけども、遠目にあっても視認性がいいなっていうことで、これバナナみたいな色ですけども、
昼間使うとね、本当遠くにあってね、どこにあるか確認しやすいっていうのはね、一つの武器になるので、非常に、ファンシーなだけじゃなくて実用的なカラーじゃないかなっていうことで、でメガバスなんでこの目の周りとかちょっとストライクドットがあったりとかね、ただベタ塗りっていうわけじゃなくてこういう感じで非常にね、綺麗な風にカラーリングが施されているっていうところで、で最初ね買った時はね、浮き姿勢とかいろいろね、調整したくてこう後ろのところに重りを貼ったりとかねして見てるんですけども、今はもうちょっと垂直浮きに攻めたいなっていう時はいろいろなね、マグナムペンシルあるんで、例えばサミーの198であるとか、そういったところでねルアー自体変えてっていう感じで、このメガドック自体はメガドックの浮き姿勢がやっぱり、ね、ベストバランスなのかなーなっていうことで、まあでも、ね、こんな感じでちょっと下がってね、調整したりしているっていうね、これお気に入りのカラーでございます。で、先ほどのカラーを、買ったのと大体同じようなタイミングで、まだマグナムペンシルベイトとかねあんまりよく分かっていない頃に、やっぱりなんだろう、ベイトフィッシュに似せた感じのカラーってのは絶対効くだろうって思って買ったのがね、このまんまね、この白みたいなこのカラーなんですけども、まあメガバスなんでこの綺麗ですよね、カラーリングがね、まんまこの白って感じで、でちょっとこのクローム系のね、キラキラするようなカラーを選んでみて、まあ、これによってちょっと水中にフラッシングみたいな、ね、呼び水も送れるんじゃないかなと思って、こういうカラーも持ってます。でこれもね一匹ね釣ったことあるんですけども、それ以降はね視認性がいいと、まあカラーは別にここまでリアルに寄せてなくても釣れちゃうなーなんてことであんまりね最近はもう使わなくなっちゃったんですけども、メガドックが出た当時はね、結構お気に入りで、投げたりしていて、でフックはねこういう感じでね、なんだろう、ツインフックに、変えたりね、いろいろ試行錯誤しているんですけども、メガドックに関してはですね、非常に塗装が強いので、あんまり別に、あとここはくるくる回るんで、ツインフックのいいところっていうのが、例えばウッドの高級なマグナムペンシルとかを使うときにこうフックサークルがつきづらい、だからウッドのボディをえぐりづらいとかね、そういう要素があったりしていいなぁなんて思ってね、例えばマグザラとかそういった、ルアーにツインフックを搭載したりとかしてるんですけども、まあこれはなんとなくですね、なんとなく、ツインフックどうなんだろうと思ってね、つけているっていうね感じで、まあこういうあんまりリアルカラーってのはね最近使わなくなってきてしまいました。はいはい。でこれね最近もね活躍してくれて動画にも出てきたりしたと思うんですけども、レッドヘッドカラーね、こういう感じちょっとね、なんだろう、クラシカルな感じでね、塗ってくれてるんで非常にね、かっこいいなっていうね、これただの白じゃなくて、なんていうのか、ミルキーホワイトというか、ちょっとね、オールドな感じの白がね、調合されているのかね、ほんとね使っていて気分の上がるかなっていう感じなんですけども、昔からあるレッドヘッドカラーですからね、非常に実用的だなっていうところもあって、まあなんというか魚がよく反応する、で夜でもね透明にあっても、視認性がいいね、でなんだろうな、使いやすくて使ってるんですけど、ここら辺は最初からのオリジナルの針ですね。最近はやっぱり、まあさっきも言いましたけども、このオリジナルの針、オリジナルのスプリットリング、オリジナルなセッティングっていうのが、やっぱり使いやすいなっていうね、魚も反応いいんじゃないかなっていうことで、あんまり針とかは変更せずにね、まあ、針がなまってきたりしたら、なんかね、似たような感じのちょっと大型のフックに変えようかなって思うんですけども、まあこのトリプルフックがトリプルでついているっていう仕様が非常にね、魚をバラしづらくてね、またここが、最初からスプリットリングが追加されていて、なおかつ、スイベルで回るこの機構、ね、これ考えられてますよね。よく釣れるし、バレない機構なんじゃないかな、なんていうことで、これもね、最近活躍してくれたんで、またね、タイミングで投げていきたいな、なんて思うんですけど、レッドヘッドカラーです。
はい、でここら辺からがね、ショップ折りからみたいなね、こういったところがね最近ねよく展開されていて、これもね先日ご紹介したんですけども、今年出たモデルですね、キャスティングのですね、シークレットボバーっていうね、折りからになるんですけども、まあ要は玉浮きですよねこれね。このね玉浮きカラーがねやはりね視認性が良くて、であとマット仕上げなんですよね。ちょっとねこう独特なマットな質感の仕上げで、まあ視認性がいいっていうところと面白カラーですね。こんな感じのカラーもねメガバスっていうとどちらかっていうと硬派なねリアル路線というかツレセンっていう感じのカラーが多い中にあって、こういうファンシーなカラーもね、トライしてくれているっていうところが非常にいいカラーだなっていうことで、まあこういうイベント限定とかでねまたこういうの出てくるかもしれないので、見かけたら要チェックだぜっていう、そんなカラーになっております。はい。でね、キャスティングのオリジナルカラーが続きますけど、これね、動画でもね、いろいろ最近は活躍してくれていたりっていうのもあるんですけども、これ、ね、なんだっけな、レッドシルバーストライプとかそういうかっこいい名前だったと思うんですが、まあ、要はテンガですよね、これね。テンガカラーっていう感じでね。使っておりますが、これもね、オリジナルカラーっていうことでね、限定で出てきた色なんですけども、こちらはね確かキャスティングのオンライン限定カラーかな、キャスティングだとオンラインで便利にネットショップできたりとか、あとはネット限定のイベントが企画されていたりとか、結構ねたまに覗くとね面白いねコンテンツがいっぱいなんですけども、そんな中にあってね今年ね秋ぐらいに自分の中でね一番の盛り上がりを見せたのがこのテンガカラーが変えるぞっていうね、こういった瞬間があって、もうね携帯の前に張り付いてね、うわーってこうね、よし1個変えたみたいな感じでね、ちょっと争奪戦が繰り広げられたのかなっていうね、そんな感じのカラーなんですけども、これもね面白いカラーなんですが実に実用的で、まあさっきの最初の頃の説明した黒色と同じで、こういう赤色もシルエットを、くっきりはっきり、水中にね下から見上げた時に出すのにいいんじゃないかななんて考えると、ここら辺のねカラーもねすごいドンとね存在感があったりして、あとはねこのねテンガ独特のこのカラーリングですよ。この赤色の時点でも非常に見やすいんですけども、これにシルバーストライプが入ることによってね、これもね、遠目に入れた時のね、視認性が非常にいいんですよね。あそこにいるなーなんていうのがね、すごい見やすいっていうのがあって、非常に実用的なカラーなんでね、これもまたなんかイベント限定とかね、で、追加で出てきたりしたらね、ぜひね、まあ、使っていてね、男性は気分が上がるカラーじゃないかな。で、ちょっと正式名称間違えるとあれなんで、まあでもテンガカラーっていうのもあれなんですけど、まあ、キャスティング折りからのテンガカラーね、これを使っております。はい、でねここら辺が最後になってくるかな。これもねショップ限定の折りからなんですけども、上州屋ですね。上州屋オリジナルカラーの、メガドックっていうことで、このブラックヘッドイエローボディのね、なんだろう。クラシカルな感じの中でいくと、ほんとこのカラーってね、かっこいいんですよね。シビー。このね、黒光りした頭と、あとはね、この黄色いボディにね、ツヤツヤなボディがあって、ね、ここら辺のカラーはね、やっぱりね、使っていて気持ちがいいのと、あと魚の反応もね、なんか非常にいいカラーだなぁなんてのは、昼夜問わずね、使っていて感じるので、まあ、お気に入りっていうことで、これはね、上州屋オリジナルっていうことで、大概折りからってなんか50個単位ぐらいであるみたいなんですけども、これはなんか人気だから、3回ぐらい生産されてるよってね、視聴者の方がコメント欄で教えてくれたので、っていうことは都合150個ぐらいは、流通しているのかな。さらに人気が高まれば、ね、第4弾、第5弾とかもあるかもしれないので、結構ね、この色ね、俺、集めちゃってるっていう感じもあるので、この他のね、ライラプスであるとか、あとはもちろんスーパーマグナムザラースプークとかね、そういうのでもね、このブラックヘッドイエローボディね、コレクションしちゃってるっていうのもあるんで、メガドックでこれ変えてよかったな。っていうのは、最初の方で説明した、
このカラーですね。もうね、ブラックヘッドが好きすぎて、このカラーの存在を知るまではこっちの色買って、それをあの黒いペンキにドブ付けしてこのカラーにしてしまおうかなって、それぐらいね思い詰めていたんですよね。思い詰めていた。まあそんな感じなんで、このね、なんだろう、メガバスが塗ってくれたブラックヘッドが買えるっていうのはね、本当嬉しいなと思って、上州屋さんありがとうなっていうふうに思ってますね。で、今ここら辺で並べると、こういうメガバスのね独特な綺麗なカラーリングで、チャート系のカラーね、3本、ありますけども、こんな感じでね、結構ね、まあ似てるようでマットであったり、こうキラキラにラメが入っていたり、イエローベタ塗りだったりね、ただのこのチャート系って言ってもね、いろいろな展開がされているので嬉しいなっていうところですね。はい、というわけでね、今全部紹介したけど、またこれ、はい、来た。はい、入りきらない、入りきらない。まあこんな感じでね、バラエティ豊かな色がね、出揃いましたね。まだね、追加でね、ショップ折りからで見かけたりしたりね、変えたりしたらね、メガドックの方はね、よく釣れるルアーなんで、追加で購入していこうかななんていう風に考えているんですけども、まあ釣り子 TV 的にはね、こういうちょっとね、視認性のいいカラーが多めかなっていう感じでね、いろいろカラーローテーションしたりして、結構ね、カラーローテーションってシーバスでは重要で、昔バイブレーションとかでね、片目ずりとかするときとかね、やっぱりちょっとした色調の変化とか入れることでね、バイトが、続くなんていう経験したこともあるので、そういった意味でもね、実用的にカラーを、数種類、持っているとか、あとは、まあ、なくならないですけどね、これ大体1回ずつぐらいみんなブチ切れて飛んでいってるんですけども、ボートであればね、取りに行けるよっていうところと、あ、そこで言うと、ね、こういう視認性のいいカラーね、これがボートで取りに行く時とかでも有効に働きます。飛んでも遠目にあってどこにあるか見やすいので、そういった意味でもなくしづらいって意味でも、この実用的なカラーなのかな、ね、こういう、リアル系のカラーとか背中が黒いカラーとかだと、まあ、昼間であればなんとか見つけられるんですけども、この前ね、友人と一緒に行った時にね、高切れしちゃって、でその後ね、しばらくの間ね、浮いてるメガドック捜索したんですけども、ね、ちょっとあんまり目立たない色でね、見つけられなかったっていうことがあるんで、そんな意味でもね、こういう、どんな色にしようかなって時は、こういう感じの視認性のいいから実用的でもありますよね。見つけやすいとかね。結果、釣りしてる時も自分でコントロールする時も、見やすいという要素になりますので、はい、そんなわけでつらつらと語ってきましたけども、はい、出揃いました。こんな感じでね、メガドック、よく釣れるルアーなんで、いっぱい持ってね、シーバス釣りの方チャレンジしております。もう間もなくシーズンも終盤かと思いますけどね、来年にかけてもね、魅力的なカラーとかがあったら追加で購入してね、遊んでいきたいなっていうふうに思ってますんで、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の釣り子 TV は、手が痛くなってきた、こちら、手持ちのメガドックね、前職でね、なんとか魚釣れることができたよ記念動画まとめてみました。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。